古川さんら4人の宇宙飛行士は日本時間午後1時過ぎ、カメラに笑顔で手を振り宇宙船へと向かいました。民間宇宙船クルードラゴンは日本時間今日午後4時27分フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、およそ13分後に予定の軌道に投入されて打ち上げは成功しました。古川さんは宇宙から無線で、日本の皆さん、国際宇宙ステーションで着実に仕事してきますと呼びかけました。古川さんたちを乗せた宇宙船は日本時間の明日夜に半年間滞在する ISS 国際宇宙ステーションとドッキングする予定です。